はい、こんばんは。シーナリーライブフィルムズの西山です。今日はですね、この ZF にこうちょっとね、見慣れないものがついてると思うんですけど、こちらですね、見えますか。はい、ライカ R ですね。ライカの R の、90mm エルマリート R、90mm の 2.8 をつけています。どうですか、なんか良くないですか、どうですか。はい、ということで、多分ね、もういろんな人が言ってるんですけど、ZF っていうカメラはですね、オールドレンズの母感にちょうどいいよねみたいな、お話をね、よくしていらっしゃるかなと思うので、ちょっとこうやってね、今回はこれをつけて、撮ってきたね、まず映像をね、ちょっとご紹介しようかなと思います。で、多分これファーストカット、1個目のカットだけ多分違うレンズ、 300mm の F4 ですかね、ニコンの古い 300mmF4 のレンズを多分ファーストカット使ってるんですけど、それ以外、それ以降は全部このレンズを使って撮っている、まあスナップムービーですかね、になるかなと思うので、ちょっとこちらをご覧ください。という感じですね。まあこんな感じで、まあ、グレーディングしたよって言ってもね、本当に簡単に簡単なものです。簡単な感じです。細かいね、ワンカットワンクリップごとにいろいろ調整したわけではなくっていう感じのね、簡単なグレーディングではあるんですけど、こういう感じに作ってみましたと。どうでしょう、これがですね、もうこれだけでできちゃう、すごくないですかね。どうでしょう、そう、ニコンのカメラね、今までは本当に Z9、Z8 にしか、内部のログ収録ができなかったっていうね、あれがあります。まあね、ただ Z89 に関しては、N ログもそうなんですけど、N ローね、ロー動画も撮れちゃうよという強みがあるのでですね、まあね、それはログも撮れるでしょうよという感じではあるんですけど、それがこう今までの Z6-7系には、入っていなかった機能ですね、がこの ZF に搭載されましたよというところが、ものすごく何でしょう、魅力的なポイントなんじゃないかなと思ってますっていうこともあるし、でオールドレンズが大変このよくお似合いな、ね、ボディに対して、オールドレンズをねつけて撮るんですけど、そうした時にやっぱり気になってくるのが手ブレ補正の強さですよねと。で、もうほとんどこのレンズですね、多分本当にファーストカット以外は全部このレンズを使って 90mm の、レンズをつけて、手持ちでね、撮った時にあれぐらい手ブレ補正をしてくれるんだったらもう十分でしょうよという感じのね、ことが伝えたかったために撮った動画でしたっていう感じですね。で、まあ、編集してはいるとはいえ、ダヴィンチを使ったんですけど、ダヴィンチ側で、スタビは全然かけてないです。本当に、撮った状態、色の編集とかね、カット編集しかしてませんよという感じですね。なんでもうスタビかけなくてもいい感じに撮れてしまうことは伝わるんじゃないでしょうか。今撮っている動画で言いたいことは一応これが全てではあるんですけど、もうちょっと言わせていただくとですね、オールドレンズ
オールドレンズ、まあ、電子接点がないレンズですね。電子接点がないレンズを、使うときってやっぱりその焦点距離を入力しておかないと手ブレ補正がうまく効いてくれないっていう問題があるんですけど、それはねちょっとあの比較的この、ボタンの少ない ZF でやるときはね、この前メニューとかにねこうやって入れておくといいんじゃないかなと思います。で、一応今まあナンバー10ですね、 10番っていうところにこうやってよ、はい、こうやって設定してあるんですけど、これ今入場焦点距離86ミリになってますかね、86になってますね、90ミリなんですけど、これ90ミリがないんですよね。90ミリがなくて86の次は100ミリになっちゃうんですけど、まああの大差ないというかね、実際90ミリないけど困らないという感じです。はい、なんで全然90ミリのレンズをつけてるんですけど、まあ86ミリとか100ミリとかどっちでも大差ないんですけど、そういう近しい値のもので、使ってもらえれば全然ね、差し支えなく手ブレ補正は効いてくれますという感じですね。なんであのそう昔思ってたんですよね、このオールドレンズつけて遊びたいんだけど90ミリないじゃんみたいなことは思ってはいたんですけど、全然まあ問題ないですね、あの86とかで対応できますよと。あとそのまあログで撮ってね編集をするっていう時に、一応今回ねニコンさんのホームページから、ZF 用の、ラットですね、レック709に戻してくれるような、ラットはねダウンロードして使ってますよという感じで、まあZ89 のものと多分ほとんど変わんないかなとは思うんですけど、一応 ZF 用のものを、最新版がね、出ているので、それをダウンロードができるようになってますので、そこで落として、今回は当ててますよという感じですね。で、ラット当てた上でちょっとまあ微調整をしているよという感じの調整の仕方をしています。で、その N ログにすると、まあ、最低の ISO 感度800以上に、まあ、最低 ISO 感度800になっちゃうので、まあ、それ以上にして取りましょうねというところがあるので、まあ、昼間とかだとね、やっぱ ND フィルター必須ですよっていうところがあったりとか、あとやっぱりこう、どっちの映像も見て、どっちの映像っていうのはあのスタンダード SDR と、ログで撮った映像を見ていると、ログで撮った方がやっぱりノイズはどうしても乗りやすい、性質があるので、ノイズリダクションね、ノイズ処理あと処理でノイズを消すっていう作業はやっぱり必須だったりとか、まあ、あえてノイズを乗せるっていう目的があるのであれば、まあ、そうではないんですけど、それ以外であれば、必須かなというふうに思ったりとか、どうしてもその SDR の時と、まあ、これはレンズの違いの可能性もあるかなとは思うんですけど、ちょっとミッドディテールというか、なんていうんですかね、解像感の線の細さが違うというか、うん、そうですね、ミッドディテールのこう輪郭の際立たせ方がちょっとまだ、処理が入っているんじゃないかなと思うので、そのあたりも、違いを、まあ、ログで撮るんだったら1本の映像の中でログで撮るんだったら全部ログで撮った方がいいですねということが言いたいという感じですね。はい、ということで、もう少しね、実際こうジンバルに乗っけたりとかね、いろんな作品を作っていきたいなと思っている中で、まあ現状ね、この ZF と、今収録に使っている Z8 がね、ありますよという感じではあるので、どちらを使ってこうどう使い分けようかみたいなところもあるんですけど、ちょっといろいろ触っていきたいなと思ってますので、また次回以降更新、ご期待ください。で、ZF のこういうところが知りたいです、これどうなってますかねみたいなご質問もね、ちょっとあればあるだけいいので、ぜひぜひあのコメントなどでご記入をいただければと思います。では、また次回お会いしましょう。